さんこんにちは、ショータイムです。今回ですね、サムネタイトルでも書いてあった通り、昨年、久しぶりにタイトルを獲得したものの、まあ、今期、ここまでね不調が続いている FC 東京について戦力分析していきたいと思います。まあ、先週というところですね、アルビックス新潟だったりガンバ大阪というところの、まあ、この現状の、成績だったりというところを紹介した動画を上げましたんで、そちらねまだ見てない方は見てほしいのかなと思います。まあ、そちらについて、今回の FC 東京を紹介していきたいと思うんですけど、まあ先週の動画で、まあちょっとコメントをいただいて、まあ自分の喋りがねちょっと早いということもあって、まあそこで滑舌が回りきらないということもありましたんで、まあそのコメントを参考にさせていただいて、まあ今回はちょっと意識しながらゆっくり喋ろうかなと思いますんで、まあそこのね、コメントだったりというところも、この動画に書いてくれたらなと思います。ということで、今回の FC 東京について紹介していきたいと思います。最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね。まあ、早速この動画を紹介していきたいと思うんですけど、まあ、今回もですね、大きく4つに分けて、この動画 FC 東京を分析していきたいと思います。まず1つ目のところで、現時点での FC 東京の状況と、昨年との比較というところについて、紹介させていただきたいと思います。続いてが2つ目というところで、今期の FC 東京の補強と、まあ、これから期待する、まあ、若手はね、FC 東京結構育っていますんで、まあ、そこの、期待の若手というところを、紹介させていただきたいなと思います。続いて3つ目のところで、FC 東京副長への重要な人物というところで、1人ね、挙げさせていただきますんで、そちらの1選手を紹介させていただいて、まあ、ラスト最後というところは、アルビックス新潟、まあ、ガンバ大阪ということも話した通り、まあ、これからのね、今季の FC 東京の目標と、これからの FC 東京に対する期待というところについて、計4つに分けて紹介していきたいと思います。まず早速1つ目のところで、FC 東京の現時点での状況と、昨年との比較というところについて、喋っていこうかなと思います。昨年がですね、FC 東京17勝6分け11敗、勝ち点が57、得失点がプラス5という形で、6位という形に終わっています。まあ、長谷川大成というところでですね、上位進出を目指していく上で、まあ、あと一歩というところでしたけど、まあ、ルヴァンカップというところで、ね、優勝して、まあ、2011年以来の、タイトル獲得になりましたんで、まあ、そこで結構見ていた方も多いのかなと思いますし、まあ、東キャプテンがですね、涙をするシーンもありましたんで、まあ、そこは、FC 東京にとっても、まあ、悲願の、昨年はタイトル獲得になったのかなと思います。まあ、そこ含めてですね、今季もルヴァンカップだったり、まあ、天皇杯狙っていくと同様に、まあ、このリーグ戦のタイトルっていうところで打倒川崎をね、目指していく上で、まあ、今季ここまで、6勝4分け7敗、勝ち点が22、得失点がマイナス5という形で、12位というところに沈んでしまっています。まあ、優勝というところを目指していく上でね、まあ、今季始まった FC 東京でありましたけど、まあ、ここまで満足いく、結果というところは得れてないのかなという印象になっていますんで、まあ、ここからの、巻き返しというところを期待していきたいと思いますし、まあ、それと同様にですね、ルヴァンカップだったり天皇杯というところも、まあ、このね、一発勝負に強い FC 東京という印象がありますんで、まあ、そこも、注目して見ていければいいのかなと思いました。得点だったり失点というところをね、昨シーズンとの比較をさせてもらうと、昨シーズンは34試合で47得点42失点という形になっています。まあ、それに対してですね、今季ここまで、17試合を終えて、22得点27失点という形になっていて、まあ、県主の FC 東京というところで、評判ありましたけど、まあ、ちょっとね、失点がここまで多くなってしまっているのかなという個人的な、印象になっています。まあ、センターバックのところで言うと、森重選手、渡辺選手というところは変わっていませんけど、まあ、なぜか、ハマりきらない FC 東京というところになっていますんで、まあ、ここはね、長谷川大成が長くなってきて、まあ、多少相手に研究されてしまっている部分もあるのかなと思いますんで、まあ、今後ともね、この失点を減らすために、改善していくべきところなのかなと思います。ということですね、まあ、今回 FC 東京の現時点での状況と、昨年との比較を喋らせていただきましたので、続いてね、今期の目標と期待の若手というところを、喋らせていただこうかなと思います。まず最初にですね、今期の主な FC 東京の補強として、ブルーノ・ウビニー選手だったり、青木拓也選手、レアンドロ選手、渡辺龍馬選手だったりというところの、ね、まあ、複数選手を獲得して、まあ、この名前上がってない選手もね、多少獲得はしましたけど、まあ、主な補強としてこのような選手たちを獲得しました。まあ、ですがね、青木選手というところは、まあ、アンカーの位置でね、定位置でスタメンというところで、まあ、獲得したものの、まあ、出場はしているもののね、まあ、そこまで青木選手の、まあ、自身のポテンシャルだったりというところを、まあ、最大限に発揮できてないなという個人的な印象もあって、まあ、ウラレッズだったり、まあ、日本代表でも活躍したこの青木選手が、まあ、もっと、青木選手らしいプレーがね、出てくれば、まあ、今後とも、まあ、先ほど言ったように、FC 東京の失点というところも減ってくるのかなと思いますんで、まあ、そこは、意識して見ていきたいと思いますし、まあ、それ以外の選手はですね、レアンドロ選手、渡辺選手、まあ、ブルーノ・ウビニ選手、その他の選手いますけど、
まあ、そこの選手もね、どんどんコンディションが上がってくれば、確実に、スタメンで活躍できる力はね、持っていますんで、まあ、そこは、今後とも期待して見ていきたいなと思います。またですね、若手の選手というところで、紹介させていただくと、まあ、来季もね、加入が決まっている、すでに加入が決まっていて、入手登録している選手というところにいますけど、まあ、現時点での、今季の選手のところで言えば、渡辺龍馬選手、先ほど言った、ね、ところだったり、蓮川選手、まあ、サイドバックの中村拓海選手だったり、今野選手など、まあ、そのね、大学時代活躍していて、いた選手だったり、まあ、その逸材と言われる選手がね、毎日東京に加入した中で、まあ、今季ここまで、出場機会を、あまり多くは得られてないなという印象がありますんで、まあ、今季ね、高校から、まあ、ターンオーバーだったり、まあ、連戦が続いていく中で確実に、まあ、この選手たちにはね、チャンスは、訪れるのかなと思いますんで、まあ、そこに向けて、この若手の選手たちは、日々ね、練習を頑張っていってほしいと思いますし、まあ、この J1 でもね、期待できる選手ばかりが、まあ、この FC 東京の若手として、眠っている、選手ばかりでもありますんで、まあ、そこもね、今後とも FC 東京の若手、プラスね、注目して見ていければいいのかなと思います。はい、ということですね、続いて3つ目のところを紹介させていただきたいなと思います。まあ、今季ね、開幕からなかなか勝てない時期が続いて、まあ、例年に比べるとね、勝ち点を積み重ねられていない FC 東京で印象になってますけど、まあ、この、ここ数試合で、復調を見せるこの FC 東京の中でですね、まあ、この重要な人物というか、きっかけになった人物が一人いますので、そちら紹介させていただきたいと思います。まあ、そちらがですね、FC 東京のレジェンド的存在でもある高木洋次郎選手というところを挙げさせていただきます。まあ、こちらね、長年、まあ、もともと広島の選手でもありましたし、そこから海外移籍をして、日本に帰ってきたと同時にですね、FC 東京に加入したわけなんですけど、まあ、そこから長らく、スタメンで出場する機会も多く、まあ、この、ね、J リーグ屈指の、まあ、このオフェンシブミッドリーダーとして活躍しているこの高木選手がですね、まあ、今季のところで言うと、FC 東京というところは様々なフォーメーション、まあ、4231だったり、433、まあ、442だったりというのも、ね、試していく中で、なかなか、このヒットするフォーメーションが見つからないという FC 東京もあって、まあ、そこはね、結果に伴ってきてしまっている要因ではあると思うんですけど、第14節から、まあ、ここまで4試合連続スタメンというところになっています。まあ、そこら辺からですね、この FC 東京の、まあ、攻撃の基盤だったり、チャンスメイク含めて、まあ、この高木選手が、舵を取ってね、まあ、この得点というところも徐々に増えてきているところもありますんで、まあ、この高木選手自身もですね、コンディションが上がってきて、FC 東京全体としてもですね、チームは上向きの状況に向いてくれば、またね、上位進出だったり、CL 圏内というところを目指してこれるチームになってくるのかなと思いますんで、まあ、今回ね、重要な人物として高木選手を挙げさせていただきましたんで、まあ、今後ともね、またスタメンで出る機会も多くなってくるのかなと思いますんで、まあ、そちらね、ぜひ注目して見ていってほしいのかなと思いました。はい、ということですね、続いて4つ目の方を紹介していきたいと思います。まあ、こちらね、アルビレックス新潟ガンバ大阪と同様に4つ目として、今季の FC 東京の目標と、これから FC 東京に対する、自分なりの期待というところを、喋らせていただこうかなと思います。まあ、今季の目標とこれからの期待というところで大きく4つに分けて紹介させていただきます。1つ目のところで FC 東京への期待も込めて、まあ、これからの、目標として ACL 圏内は目指してほしいのかなと思っています。まあ、近年ね、ここ数年はですね、上位争いというところもしている中で、まあ、この FC 東京が現在12位というところに沈んではしまっていますけど、まあ、ここからね、さらにコンディション、まあ、高木選手含めて攻撃陣の得点力っていうところが向上してくれば、まあ、確実にね、勝ち点3をもぎ取る試合は増えてくると思いますし、まあ、セットが増えてくれば、まあ、徐々に上位進出というところも見えてくるのかなと思いますんで、まあ、この J リーグの中でも、力のあるクラブとして、ぜひね、個人的な意見としてですね、ACL 圏内は最低でも目指していってほしいのかなと思います。二つ目のところで、昨年活躍したレアンドロ選手や若手選手含めて活躍に期待したいというところがあります。まあ、若手選手の期待というところはね、先ほど述べさせていただいたんで省略させていただきますけど、まあ、この久しぶり2011年以来のタイトルとしてですね、このルヴァンカップを優勝した立役者として、大会 MVP にも輝いたレアンドロ選手というところがですね、まあ、今季コンディション不良だったり、まあ、記事によると練習の態度がね、そこまで良くないということもあって、試合に絡めていない現状がありますんで、まあ、そこはですね、レアンドロ選手、まあ、フリーキックだったりというところも、彼の持ち味の一つでもありますんで、まあ、それを含めてですね、このレアンドロ選手がまた試合に絡んでくれば、攻撃のバリエーションというところも複数、増えてくるのかなと思いますんで、まあ、この先ほど言った若手選手と、レアンドロ選手というところのね、これからの活躍にも期待して見ていきたいと思います。三つ目のところで、ひとまずですね、失点というところを FC 東京は減らすことを意識して、勝負強い FC 東京への、復活というところをね、ぜひ、個人的な J リーグサポーターとして期待しています。
まあこのここ数年に比べると多少ね失点がここまで多くなってしまっているということもありますんで、まあこの林選手というところはゴールキーパーとしてですね怪我をしてしまっていますけど、まあその怪我と同時にですね若手の台頭として鳩野選手というところが出てきて、まあこの最終ラインのところで言うと中村選手だったり、まあこの森重選手以外のところですね多少若い選手で編成が組まれていますんで、まあこの若手の力だったりというところを生かしてですね、まあこれからさらに団結をして FC 東京チーム全体としてですね失点をどんどん減らしていってほしいのかなと思います。まあこのね対戦相手としてもここ数年というところは FC 東京ね、なかなかゴールは割れないぞというところで、有名なチームというか、手こずっていた FC 東京でもありますんで、まあそのね嫌な手こずり方をする FC 東京というところをねぜひ復活に、遂げていってほしいのかなと思いました。ラスト4つ目のところで、長谷川大成4年目で、まあ、今季ね5連敗というところも経験した年でですね、まあ、うまく、これからの進化につなげていってほしいところがあります。まあ、今言った通り、長谷川大成4年目の中で、まあ、史上初というかこの長谷川大成の中ではですね初めての5連敗というところでね、まあ、屈辱も、味わった、まあ、この2021年シーズンにはなっていますので、まあ、そこを無駄にせず、これからの、ね、活躍っていうところにぜひねつなげていってほしいというところが個人的にありますので、まあ何度も言ってる通り FC 東京というところはメンバー含めてですね確実に J リーグの中でもトップクラスの戦力というところを誇っているのかなと思いますんで、まあぜひねこれからの FC 東京の上位進出躍進というところにねぜひ期待して見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今回は先週紹介したアルビレックス新潟ガンバ大阪に続き FC 東京のまあ昨シーズンとの比較だったり、まあ今シーズンのここまでの出来というところについてね紹介させていただきました。まあ、この話の途中にも言った通り、まあ、こう近年ね、タイトル争いをしていた中で、まあ、ここまで12位という不調なシーズンになってしまっていますんで、まあ、1J リーグサポーターとしてはですね、まあ、この強い、また強い FC 東京というところがね、帰ってきてほしいなという印象もありますし、まあ、この川崎フロンターレが現在ね、J リーグで独走している中で、まあ、どのチームがね、川崎フロンターレを止めるのかというところも注目しつつ、まあ、この FC 東京はですね、いつも通りのコンディションに戻ってくれば確実に止められるチームでもありますんで、まあこの外国人選手含めて非常に特徴のある FC 東京というところはね今後も目が離せない一チームになるのかなと思いました。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ6月1日というところからこのショータイムね新たにリニューアルをして年内1万人というところを目指してこの毎日投稿を頑張っていますんで、まだねこの動画を見てくれてる方だったりいつも動画を見てくれてる方でチャンネル登録をしてない方は今のうちにね、チャンネル登録をしてくれたらなと思います。またですね、ツイッターの方で、6月いっぱいというところでですね、プレゼント企画というところも実施していますんで、ぜひね、概要欄の方から飛んでいただいて、ツイッターの方をチェックしてくれたらなと思います。まあ、このね、現在苦しんでいる FC 東京ではありますけど、長谷川大成ね、確実に、ここから巻き返しというところはね、あるのかなと思いますんで、まあ、このシーズンではしまっていますけど、今後ともね、FC 東京には目が離せない一チームになるのかなと思いますので、ぜひね、皆さんで、ね、注目して見ていってほしいのかなと思いました。ということですね。